今日のお部屋はここになります。で、1階のお部屋です。で、入り口入るとこんな感じのお部屋になります。すごい景色もいいです。今日の部屋はレジデンス棟の1階のお部屋になるんだけど、このホテルでは一番狭いお部屋なんだけど、でも結構十分すごく明るいし、すごく景色も綺麗で、なんか全然いい感じです。そして、ベッドがこんな感じで、入り口入って、ここにクローゼットがあります。そして、ここは金庫です。で、この下に、パジャマと館内着があって、で、ここ、貸し切り温泉があるんだけど、その貸し切り温泉行くときに、この、館内着。そう、この館内着を着て行っていいそうです。で、これがバスローブみたいなんだけど、なんかフードがついてて、かわいいです。そして、あ、これなんか、靴磨きみたいなのが置いてあります。そして、あとで、一応、4時から40分間、お風呂、露天風呂の、貸し切り露天風呂の予約をしたので、後で行ってきたいと思うんだけど、その時に、これ、あ、そうだ。このサンダルを履いてっていいそうです。あとは、このバッグと、これが多分、羽織かな。これが、羽織？これなんだろう？羽織っていうかベストかな？なんか、ベストみたいのがあるので、これを着ていっていいそうです。後で着たいと思います。そして、ベッドもいい感じ。すごくふかふかのベッドです。そして、ここに、正面のスイッチが。あ、これなんか、あれ？これなんか、閉まるんじゃないの？閉まんないか。そして、ここにコンセントとかもあって、あ、なんかここにありそう。違うか。コンセントがあった。これエアキューブってなんだろう。オゾンの力で菌を除菌してくれるみたいです。そして、こっち側にバーコーナーがあります。紅茶、お茶、あとは、エスプレッソもあります。あとはお水もあって、そしてこの下にカップ類とかお皿とかフォークとかスプーンがあって、そしてこっちに冷蔵庫があるんだけど、冷蔵庫の中は無料で飲んでいいそうです。ビールと、これ炭酸水かな？ビールと炭酸水と、あとはジュースかな？これは無料で飲んでいいそうです。お水もあります。そして、すごいな。なんかこの景色、すごくいい感じで癒される。あれ？そうだそうだ。そこに見えてる屋根が、多分温泉、貸切温泉。そう。そこの左側に見えてる屋根が、貸切温泉になるんだけど、これこっちの方向ね、あそこね、正面に雲がいっぱいあるんだけど、多分あそこね、雲がなかったら富士山が見えるんだよね。富士山のてっぺんの部分だけが、さっき見えてたの。さっきこの部屋に来る前に、外歩いてたら、ちょうどね、あそこら辺にね、富士山見えてたんだよね。だから多分、あの雲が、なければ、富士山の上の部分が見えると思います。あの雲なくならないかな。雲なくなったら絶対富士山見えると思う。なんか晴れてきたし、さっきちょっと曇ってたんだけど、天気も晴れてきたので、いい感じの景色です。ここはね、こんな感じで、ちょっと和風の庭園っぽくなってます。でも景色いいなぁ。この景色いいなぁ。すごい癒される。あと、ここは、平松っていうレストランがやってるホテルなので、夕食は、このホテルはイタリアンのコースになります。で、明日の朝も、コースで、コースではないのかな？でも、すごく、美味しそうな朝ごはん食べられると思うので、楽しみです。なんかいいな、この景色。最高です。これなんかウェルカムスイーツで、ブラウニーかな？美味しそうなお菓子が入ってました。そして、ここは、テレビになります。あれ？なんかテレビっぽく見えない。ここ、テレビです。そして、こっちが、洗面所です。ここが洗面所で、なんか鏡がかわいい。鏡がかわいくなってます。そして、そう、ここはブルガリなんだよね。ブルガリの石鹸と、このブルガリのアメニティがあります。どっかのホテルもブルガリだったよね。どこだっけ？で、これはなんか消毒かな？そして、タオルが置いてあって、どっかにドライヤーが。ここにもいっぱい入ってる。アメニティがいろいろ入っていて、ここかな？こにドライヤーが入ってます。そして、こっちがトイレです。あ、開いちゃった。こっちがトイレになっていて、そして、ここがお風呂です。ここがお風呂で、温泉です。源泉かけ流しの温泉に入れます。お部屋にも温泉ついてるんだけど、でも貸し切りの露天風呂を予約しているので、後で入ってきます。あー、でも温泉気持ちよさそう。あー、気持ちいい。透明だね、ここの温泉は。この温泉は透明で、なんかサラサラしてる。匂いもないです。うん、でもすごいね、これかけ流し。ちょろ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 。ずっと流れてる感じです。あ、なんか硫黄の匂いがしない？でもさ、お部屋のお風呂は硫黄じゃなかったけどね。お部屋は。あ、じゃあこっちの温泉は違うのかな？こっちのお風呂は硫黄なのかな？お部屋と違うのかもね。ここはなんだ？トイレだ。ここはトイレで、あ、なんかお水がいっぱいあって、靴下がある。靴下と、体洗うやつと、タオルと、あ、ここにもタオルがいっぱい入ってて、下もなんかありそう。下足拭きマットかな、いろいろ入ってて、あ、鍵もう置いちゃっていいかな。うん、でもだって、あ、こう閉めといていいんじゃない？鍵閉めて、うん、鍵が閉めて。はい。で、置いといていいでしょ。そして、ここがお風呂です。ここが、こんな感じで、お風呂になっていて、ほら、すごいよ。こんな感じ。で、ここに、シャワーがあって、こんな感じ。すごーい。ほら。広い。ここはなんか水盤みたいになってて、ここすごい大きなお風呂。ここが、こんな感じになっていて、で、ここがお風呂です。こんな感じの景色です。あ、なんかすごい、これは、お水が、ちょろちょろ流れている。これからお風呂入りたいと思います。